匂いがやばい、もう匂いがやっすぎる。おあ、ダメダメダメ。でかいでかい今回なんですが、はい、はい、懐かしき中京大中京、はいはい、サッカー部の、まあ、運泊に、はい、僕、手術後初の体験入部、はい、お、よかったです。はい、無事に、おめでとうございます。実際し失敗しろと思ってた。いや、思わないですよ。どんな人だと思ってたの。で、動けなきゃなるじゃないですか。あー、確かに ね、 ちょっと失敗してたらこの日多分間に合わなかったっすね。間に合わなかった、はい、いやー、ちょうどこの日に間に合わせて手術も予定決めてたんですよもう困ります、本当に今回は、はい、あの体験入部と前回の動画で階段、いや、反響いただきましたよ、あれも、はい、もう中京の OB とか僕の同い年の人からもたくさん、もお前また行ったんかいろんな声いただきましたけど、まあ、あれで二度と来ないつもりだったんですけど、はい、なんかね、クロスカントリー、その時あの動画ちょっと見返してもらえば分かるんですけど、クロスカントリーがあるって言ってたんで、僕はずっと心に引っかかってたんですよ。いや、引っかからないでください。いやいや、そんなんで引っかかる人は那須さんぐらいですよ。はい、なのでクロスカントリーをしっかりやってたんですよ、中京大中京サッカー部の。はい、この後、はい、この後にこの後そっちもあるんや。今ちなみに2時です、はい、いい陽気なので。いい陽気じゃない、はい、一番あの人が一番運動しちゃいけない時間帯なんですから心身ともに鍛えられます。心技体なんで、サッカー頑張りましょう。本当に思い出すんですよ、はい、多分これ中京で黒くなったことある人は分かるんですけど、ここでみんなこうなるんですよだからもうこの景色がもう、はい、トラウマなんですよ、本当に。今回監督、コーチングスタッフの皆様に、ちょっとご協力していただいてということで、この時間帯同していただいてたので、すいません、じゃあお願いします。お願いします。本日もまずよろしくお願いします。お願いします。本当はもうこのクロスカントリー当時やられてた。そうですね、はい、あの、ね、すいません、ボケなかった、はい、もう毎週のように走ってました。宮市選手兄弟の弟さんですね。そうですね、剛のね、はい、先生の、うん、はい、皆さんこれをやられてたということで、はい、しっかりと体験してどういうものだったかっていうのを思い出してもらって。思い出す必要ないですけどね。いやいや、あのトレーニング全て意味ありますから。あ、はい、どういう意味かっていうのを言語化終わった後に、はい、しっかりと説明してもらって、僕も一緒に体験して。ああ、はい。時間的に早い選手で3分半当時、はい、普通に行ったら4分ぐらいで、それを3周するみたいです。なるほど。でもあのアップダウンがかなり激しいので、それを3周っていうか、1周まではまあぜーぜーハーハーでいけるんですけど、2周目からが多分すごいきついと思います。なんとなく想像つきます。あ、一応1セットなんですけど、当時の人は20セットだったということなので、はい、まあ、もしかしたら火がついてごめんなさい。そうです、ね、火がつかないですよあのちょっと、ね、動けるのが嬉しいので、まあ、目が普通に見えて、はいはい、なるほど、よかった、はい、体を動かせる幸せを感じてるので、一人でやってもらって、じゃあとりあえず一瞬ね、どんなの思い出して、ちょっとウォーミングアップだったらね、はい、でもあの、あんまり急所はしないですけど、あの、はい、こういう砂利道とか、はい、クロスカントリーって、はい、首の柔軟性と強度が鍛えられるんですよ。あ、だから僕はあの、連打しないあ、もう連打しない体なんですね。じゃあこういう企画やってみます、ね、ここだけみたいな、絶対に捻挫しない足と絶対に捻挫させる機械みたいなやつ、バーゴンみたいな、これはこれはこてつくわうわ、思い出した、待って、どんな感じ、待って、匂いがやばい、もう匂いがやっすぎてる、もう匂いでね、思い出すんですよ。そういうのね、ほらこうやって非常あれで発注したくないとない、足も痛いですね、湿度半端ないですね、ムシムシする、もう 80% なんじゃないかな、卒業したのに体が欲しがってるんですか毎週何曜日が黒缶の日だった、火曜日、お風呂明け、月曜日の日なんで、はい、お風呂明けの火曜日、授業後、授業後、あー、なるほど、渋やかな坂ですね、階段踏めるときはそれはたまらないですね、階段、ちゃんと坂を見ようかな、
これそう、まっすぐ登らない。あと狭いと、うん、狭いところで左入って。まだこれアップです。一周ですこれ。普通にこのアップでだいぶ足やった。これが足が取られない。で、今度は左行く。そう。あれだ。これはやばいわ。いいですね。今一周まあまあ長かったですね。多分4分ちょい。ということで、はい、こちら3名で走るんですが、あ、今一応実際走ったコースはちょっとね、あのコースが少し長いバージョンだったんで、はい、コーチの先導で、はい、大体4分のコース、少しだけあのショートカットするみたいで、それで4分を3周と、はい、しっかり完走できるように、はい、はい、行っていきたいと思います。よーい、スタート。さあ、行きます。今ちょうど4分。マジで。おー、いいペース。ちょうど4分。はい、頑張れ、ほら。はい、頑張れ、ほら。どうも、ちょうど。村井選手が帰ってくるまで、はい、ちょっと、ちょっと思い出話を。思い出話ですか、はい、お伺いできたらなと思ってるんですけど。はい、ちなみに、どんな生徒だったんですか？いや、もうあのまんまですよ。明るい生徒でしたね、ほんね。走りとかのメニューの時は、どういった…もう、そのね、スタートする前に、こう、みんなを盛り上げたりだとか。帰ってきてもしんどそうにしててもやっぱ声かけたりとかね、そういう選手でしたね。なるほど。ああ、サッカーの方はいかがでした？ボランチやってたんですけどね、あの全体的にこうバランス取るようなタイプですかね、はい、こうテクニックとかそういうあれではなくて、そのバランス取りながら声かけたりだとかね、それコーチングだとかっていうところはすごい良かったですね。今多分あの体型的にはちょっと太ってきてるのかなって思うんですけど、当時はどんな感じの体型だったんですか？いや、当時もあんな感じですよね。あ、そうなんですか。そう、まあそこまでその華奢っていうわけではなくて、割とあの体でかなり走れるタイプじゃないですか。そうですね、すごいその小回りが効いて、はい、で本当ボランチやってて、でもうやっぱり どこにでもいるような、うん、選手でしたよね。大会だとかそういったところでの彼の実績みたいなものってあったりしますか？そうですね、3年生の時かな、東海総体であの初戦清水東高校さんとね試合させていただいて、はい、相手はねしっかりトップチームでということで来てたので、ね、その試合に勝ち切ったのが一番の、まあ、僕も思い出なんですけど、もう本当それはすごいいい試合でしたね。すごい競ってて、はい、どっちがね、勝ってもおかしくないようなところを確か彼のゴールで勝ったんだよな、確か。はい、まあ、ウンパルンパさんがこう中京大中京 OB ってことで、はい、なんか最近こう入ってくる人で影響とかあったりされますか？やっぱりみんな知ってるは知ってますよね、本当ね。 YouTube でとか、はい、あのね、TikTok とか、はい、でやっぱりこう見ててっていうその影響はすごい大きいですよね。はい、
8分はい、頑張ろう。8分15どれだろう、どれだろう。あ、やっぱ頑張れ。8分20。あ、頑張れ、頑張れ。垂らそ30秒、31、32、33、31、35、36、37。はい、ナイスだ、ナイスだ。ナイスだ。すぐ来た、あ、来た来た。すぐ来た。さあ、頑張れ。はい、ラストラスト。ラスト終われ。はい、笑って笑って、笑って。ラストラスト。頑張れ。55、56、57、58、59。13分歩きましょう、歩きましょう。水だやばい。あ、だめだめだめ。2分後、2分後2セット、2分後2セット、ね、何分、何分レスト、レスト何分。監督にめちゃくちゃ煽ってもらうので、はい、セットで今日は、はい、この暑さもありますし、疲れたら筋疲労溜まりすぎてトレーニング効果がちょっと薄まるので、こっからここにあるので、はい、ぜひそこまで煽ってもらって、はい、2分後終わり。なるほど。さあ2セット目は何分。1でいきたいですね。1で、はい、30秒前、よっしゃ、はい、ラスト、ラスト、はい、15秒前、ここからここから、正解難しい。はい、5秒前、4、3、2、1。はい、スタート。行こう。でかい、でかい。マジで頭死ぬ。お疲れでした。やばい、なんでこれ普通にやってたの。プール入ったみたいな汗の量が。やばい。いやいや、俺もやばい、やばい。練習なかったらもう一セット行こうかなと思ったんですけど、やっぱこの後あの紅白戦なんで、はい、しっかりとリカバリーして、リカバリー、はい、今度はまさにこの状況、カクラと一緒です。疲れた時に何ができるか頑張りましょう。はい、はい、やばいぞこれ。じゃあぜひ坂本さん、はい、ね、次回また次あの牧久さんとか多分マギガさんとか多分来るんで。違う方。マギガさんが。母校じゃない。母校だから。母校。母校。母校はやっぱこうやって。母校なんでこんなビジカルあんの。もう。2本目、なんか本普通に人だったんで、ちょっと僕とか戸惑いましたけど。普通に。いや、正直行けなかったんですけど、まあもう行けるとこまで行こうと思って、もう途中。でも気持ちだけ受け取りましたから。さすがに
でもマジで。はい、ということで、はい、クロスカントル。あんなに体は動くのに滑舌だけはずっと良くならないですね。これは疲れてる関係ないですね。関係ない。クロスカントリーなんですが、まあ3週どうでした、久しぶりにやって。2セット目できつくなるんかなって思ってた僕は、うん、その最初の3週はなんとかいけるんかなと思ったんですけど、もう余裕で全部使い切ったっす。古川コーチなんですけど、まあペースメーカーとしてバリバリ速かった。早すぎる。多分4分に設定してくれたんでしょうね。4分に合わせてくれたんですけど、めちゃくちゃ速かった、はい、3周走って実際は2セットやるみたいで、まあでも時間帯もこの暑い時間帯でなかなかこの時間帯にトレーニングするってないんですけどね。大体夕方夕方くらいなんで、まあでもこの中でだいぶね、あの昔を思い出して、いや終わった後2セット目行こうとした時マジで頭いかれてるわ。どうたすのもうこんなになってない。そう、こんなになりながら、でも意思をね示してくれて、待ってくれ、俺逆に行かねえよと思って確かに、立ち止まってたぞ、一回こうやって、と思って、やばい、だいぶ足腰が鍛えられながら、まあ、本当、集中力を少しでも落とすとね、危ないクロスカントリーね、はい、コースなんで、科学的に強化できたということで、実際は昔の選手たちは、階段やって、クロスカントリーやって、坂道やって、ボールス、ボール最後、わお、この後ウンパと筑波大二条の高校サッカー部の紅白戦やらせていただくので、はい、じゃあそれでは皆さん次回の紅白戦で会いましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。